ユージェニー王女の紋章ユージェニー王女、1990年3月23日帯は、イギリス王室の生院で、ヨーク公、アンドル王子とセーラ・ファーガソンの次女。エリザベス二世女王の孫。英国王位継承順位は2歳年上の姉の、ベアトリス王女、名のシエナ・マペリモッチに次ぎ、現時点では12番画目にある。父親にの姉ベアトリスに対して、 母親にと言われる。誕生から結婚前までは、ユージェニー・オブ・ヨーク王女と呼ばれた。2018年に結婚後は、ジャック・ブルックス・バンク無ジニユージェニー王女と称されている。ロンドンのポートランド病院で生まれる。ユージェニーという名前は、ビクトリア女王の孫で、スペイン王妃であったビクトリア・ユージェニー・オブ・バッテンバーグに由来するものである。王の男性の孫であるため、 公式にプリンセスの称号とハーロイヤルハイナスの継承を付される。2003年よりウィルトシャーにあるマールボロカレッジで学んでいるが、2007年に受験した大学入学資格試験の前段階であるエースレベル試験で政治学、美術史、芸術の三教科で A、英語で B を獲得するなど姉と同様に優秀な成績を収めている。 2009年9月より、入ッする大学に入学し、英文学、美術史、政治学の3分野を専攻することが発表された。2018年1月22日、バッキンガム宮殿は、ユージェニーとジャック・ブルックス・バンクの婚約を発表した。二人は、スイスのベルビエでの休暇で出会い交際していた。婚約発表時ユージェニーは、王位継承順位が8位だったので、 2013年多い、継承法の下では女王に、結婚の許可を求める必要はなかった。結婚式は、同年10月12日、ウィンザー城の正常事例拝堂で行われた。2021年2月9日8時55分に第一子となる男子を、ポートランド病院で出産。夫も立ち会った。男子は、オーガスト・フィリップ・ホークと命名された。ウィキメディア・コモンズには、 ユージェニー・オブ・ヨークに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。